どうも、こ町まちわんこ、すっころべいこです。今回の動画は、平成ライダーの続編って作らない方がいいんじゃないかという動画です。今回の動画には、パラダイスリーゲイントのネタバレが含まれていますので、まだご視聴されてない方でネタバレが気になる方は、ブラウザバック推奨しております。まあ、今回その続編がいらないんじゃないかっていうのに対しては、まあ、去年ね、そのアバレンジャーの20周年記念の V シネを見た時にも思ったことなんですよ。 やっぱりね、戦隊のその記念作品っていうのはめちゃくちゃ面白い。で、求めていたものがやっぱ出てくるっていうのは、そのハリケンジャーの10周年から積み上げられた歴史があるからなんですよ。で、まあ、平成ライダーのその、続編というか、まあ記念作品っていうところで言えば、復活のコアメダルっていう、まあ特急事物があるんですけど、まあ皆さん多分知らないと思うんですけど、まあそれがね、ちょっとね、スタートダッシュ失敗してしまって、 まあ、ファイズというか、まあ、パラダイスリゲインドも、その復活のコアメダルの、まあ、系譜というか、まあ、良くなかったところ、まあ、本当に良くなかったところは受け継いでないんですけど、 まあそもそもやる必要ないよなっていう部分はしっかり受け継いでるんですよね。まあそんなこと言ってるお前はパラダイスリゲインド楽しめなかったのかって思われた方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあそんなことはないです。むしろね、かなり楽しめました。やっぱりね、無理やり作った続編として、犬井拓実っていう男の幸せを描いたっていうのは、まあ無粋ではありながら20年前の井上俊樹にはできなかった、まあ最高の答えだったかなと思います。とまあここがね、 まあ問題なわけですよ。いわゆるね、僕が評価している点なわけですよ。問題なのは。その作品っていうのは誰のものだっていう話になった時、まあ、井上俊樹が嫌いで、この作品を見て批判意見を言ってる奴はまあ論外です。 もうそれはね、肉嫌いなのに焼肉屋行って文句言ってるのと変わりません。少なくとも、その井上俊樹アンチのものではないっていうことは確かです。20年前の井上俊樹が好きだった人、まあいわゆる今の井上俊樹、まあドンブラザーズとかですかね、とかがその嫌いな人とか、もちろん特にね、その脚本家とか気にせずただ当時の仮面ライダーファイズが好きだった人に対しては、まあ不親切な作りになっているなと思ったんですよ。やっぱ井上俊樹色が強すぎて、で、いわゆるそのファイズキャストの方たちとか の内輪ノリとかも結構あるんでこの作品を肯定的に見ることができないのは、いわゆるね、分かってる人間になれないのかなと。なんかそういうことを気にされる方もいるんじゃないかなって思うくらい、まあ本当にその内輪な感じの作品なんですよね。でもね、まあそんなことはもちろんありません。むしろその第1話の定食屋に入って、無愛想にね、メニューだけを指さして注文する、もうどこに出しても恥ずかしくない第一印象最悪な犬匠が、 また見たかったというのは何も間違っていないと思います。実際ね、アバレンジャー20周年っていうのはそういう作りだったと思うんですよ。20年経って、まあ当時ね、5歳だった子供は25歳、まあ10歳だった子は30歳になってますよ。もう立派な大人です。社会のね、水も甘いも知るような年頃ですよ。ふとね、子供の頃って楽しかったなとか、学生の頃に戻りたいななんてことを思うこともあると思います。アバレンジャーはそんな当時の自分に、 戻れるような作品だったわけですよ。そこにはね、その当時の子供だった自分たちのヒーロー、アバレットこと、両側お兄ちゃんが、あの頃と変わらないままでいてくれるわけですよ。きっと20周年記念作品っていうのは、こういうものが求められているんだなと僕は思います。やっぱりね、同窓会じゃないんですよ。求められているのは。きっとね、求められているのは、あの頃は良かったってね。 自分が楽しかった若い頃を語り合う老人会なんですよ。復活のコアメダルが、まあ同窓会だと思ったら葬式だったなんていう皮肉を言われたりしますが、まああれはどっちかっていうと立派な同窓会だったんじゃないかなと思いますよ。なんか10年ぶりにみんなと会ったら、なんか日野くん亡くなったらしいよって言われたような、そんなもんですよ。まあそういう意味で言ってもね、仲良かった友達に久しぶりに会えると思ったら、 不法を聞かされるっていう時点で論外ではありますが、冒頭でも言ったんですが、パラダイスリゲンドについても、そういったね、昔の同級生は当時と変わっている中で、取り残されている変わっていない自分的な、その同窓会の側面が強かったなって思うんですよ。まあ、特に批判点は、弱音を吐く犬匠っていうところ、で、匠とマリが男女の関係になるっていうところですかね。まあ、特に後者です。20年経って子供だった君たちも大人になったよね、と。まあ、そんなことはありません。 男女の関係となった匠とマリに対して理解なんてできるはずがありません。なぜなら特撮オタクはね、誰かを愛したこともなければ愛されたこともないからです。生涯同定率はまあ90%は超える予定です。はい、半分冗談です。まあ真面目な話、当時のヒーローだった匠とヒロインだったマリのまあそんなね生々しい関係っていうのは、まあ、見たくないというのが本音の人は多かったと思います。あの頃の距離感だと お互いをね、異性として意識していない、まあいわゆる兄弟みたいな関係だったかなと、個人的には思うんですが、あ、言っても男と女ですよ。20年も経ち合わせで変わりますよ。行方不明になった匠を思うマリの気持ちとか、メンタルがボロボロになって誰かにすがりたくなった匠の気持ち、まあそれがね、マリがオルフェノクになったことによって、 お互い最後のダムみたいなものが結壊して愛し合うっていう描写。実は当時からお互い思い合っていたの方がマシなレベルでの20年間の時が生んだ生々しさっていうんですかね。まあ、個人的にはね、匠の幸せのためとはいえ、マリが犠牲になった感じがしてそこだけが受け付けたかったんですけどね。匠だけがマリを求めてるんじゃなくて、 その、マリもね、匠を求める理由が必要っていうためのオルフェノク化のようにしか見えなくてね。もうちょっとその、マリの夢である美容師っていうところは絡ませて欲しかったな。人間とオルフェノクの共存っていう一生答えが出ない問題に悩むんじゃなくて、犬井匠っていうね、個人としての幸せを手に入れるという終着点としては、まあ僕はね、パラダイスリゲインとは大好きなんですけども、まあそれはね、同時に、 犬匠がヒーローとして引退したという意味合いにもつながると思うんですよ。やっぱりね、ファイズが好きな人にとって、犬匠っていうのは永遠のヒーローなわけですよ。世界中の洗濯物を真っ白に、と、あの時ね、匠が言った時に、その仮面ライダーファイズっていう作品の中で犬匠はね、ヒーローのまま幕を閉じたわけですけども、まあ、その幕を無理やりこじ開けたんですから、やらなければいけないことというのは、匠をヒーローという責務から解放してあげることというのはわかります。わかるんですけど、 それを誰が求めてててるるんだっっいいう話にもなってくると思いますやっぱりみんなが好きなのは本編の犬匠でもあり、まあ、パラダイスロスドの救世主となった犬匠でもあると思うんですよ。突然現れたスーパーアーコールフェノク、世界がピンチだ。その時、行方不明になった犬匠が、ファイズの新たな姿、ネクストファイズとなって帰ってきた。頑張れファイズ、世界を作ってくれ犬匠みたいなね。多分みんなが見たい続編っていうのはこういうのだと思うんですよ。そういうのがやっぱり作って もかかってるから最後オリジナルのファイズになった匠がそのミューズとネクストカイザーをボコボコにするっていうそうそうこれこれっていうのが本当に最後の10分くらいに差し込まれたんだと僕は思うんですよでも多分こういうのって平成ライダーが好きな人というかファイズが好きな人は求めてないと思うんですよ平成ライダーって特にその平成一期というかまあ初期にね白倉さんが手掛けたまあ3作 まあ、白倉さんの作品ではないですけど、一応クーガも含めてもいいから、まあ本当に斬新なことをしているというか、まあ仮面ライダーってこんなすごく深いものなのかっていう作品だったんですよ。やっぱりその続きを作るっていうのは、まあかなりハードルが高いものになってしまっているんですよね。というか、見据えているハードルが、だからこそスーパー戦隊のように、いわゆる歴史が積み重なった王道みたいな、まあ懐かしいノリではなく、あの頃のように、 深い物語を俺に見せてくれみたいな期待値を持たれてしまってるんですよね。まあ実際深い話でも何でもないっすよ。20年経ったら人って変わっちゃうよねっていうね。さも当たり前なことを描写してるわけですよ。その20年経ったら人って変わるよねっていうのがあったからこそ、その20年経ったら人が変わるよねっていうのがあったからこそ、匠の本音が出せた作品になったかなというね。本当にただそれだけの作品で、 そこが受け入れられるかどうかなんですよ。だからそこに分かってるも分かってないのも正直ないんですよ。だってやっぱりね、その最後の10分間ぐらいのオリジナルファイズの活躍ですごい喜んだと思うんですよ、皆さん。でも逆にネクストファイズをもっとかっこよくしてほしかったなっていう人も絶対いたと思うんですよ。それがその井上俊樹の文脈としてはその間違ってるっていうことにもなっちゃうのかもしれないですけど、それはヒーロー番組としておかしくないっていうのはやっぱ絶対あると思います。 まあだからこそやっぱパラダイスリゲインドっていうのは当時の斬新な価値観としてヒーロー番組でこんなことをやるのかみたいなものに魅了されたこじらった人たちが喜ぶ要素しかないわけですよ。でもね、そんなものはね、今の価値観で言えば全部古臭いんですよ。あれはあくまで2003年にやっていたものだからみんなが湧いただけであって、それを2024年にやったところで、 まあ、喜んでいるのは、当時すでにもういい年してファイズを見ていた人間だけだと僕は思います。まあ、正直なことを言います。パラリゲに対して、20年間ファイズと共に歩んでいない人間が否定意見を言っているのは、はっきり言いますけど、ムカつきます。でもこれは、 ただの僕の個人的な感情です。じゃあリアルタイムで見ていないとか、昔見てたわ、懐かしいっていう人が楽しめなくてもいいのかって言われたらね、むしろね、やっぱりその配信で知ってとか、年齢的にもファイズが最後に見たライダーだったわとかの人たちも楽しめた方がいいに決まってるからね。そことは別よ。そのパラリゲの感想と、こういうのが作って欲しかったっていう感想は全くの別物だと思ってください。だからこそそのパラダイスリゲインドっていうのは、 20年間ちゃんとファイズと一緒に年を取った人しか楽しめないっていうのが、ま、すごく気になって、でも多分その時代時代の価値観を作風に反映させて、ドラマ作りの面でね、常に新しいことをやろうとしていた平成ライダーの続編っていうのは、それが最適解ではあるとは思うんですよ。20年前の作品だったらその20年間共に、その歩んでいった年を取ったっていう要素が、 その強くないと作品を楽しめないというか、やっぱりそこの要素を色濃く入れないと、続編を作る意義っていうんですかね。そういうのがやっぱないとは思うんですよ。でもやっぱり、エンタメ特化してないとダメなんじゃないかなって思います。なんだかんだ仮面ライダーっていうのはやっぱヒーローなんですよ。やっぱりヒーローがリアリティのあるドラマをやってるから面白いのであって、リアリティのあるドラマにヒーローが出てるわけではないんですよ。これはちょっとややこしいですね、言ってることがね。で、まあ一番めんどくさいのはね、 まあ、ここまで言ったんですけど、まあ、すべての続編に言えてしまうことではあるんですけど、まず、 無理やり続けるために作った話っていうのは、一回取っ払わなければいけないっていうことですよ。やっぱり20年間ファイスと年を取ったとはいえ、犬匠にはもう眠ってて欲しかったっていう人も多数いると思います。それを無理やり叩き起こしてるんですよ。そしたらやっぱり、あ、タックンがまたファイズになるんだ、見に行くか、とはなるんですけど、そこに対してやっぱり無理やり作っているっていうところに目を向けてしまったらもう楽しめないわけですよ。それはもう多分、ほぼ全ての、 パラダイスリゲインドを見た人が共通している、見てはいけない部分だと思います。やっぱりね、パラダイスリゲインドを見て思ったんですよ。やっぱり世界中の洗濯物を真っ白にって言ったあの時に、匠って僕の中では死んでたんだなーって。パラダイスリゲインドの本音を出す犬匠っていうのが、やっぱりね、その最終回で自分の夢をマリア・ケイタロウに話すっていうね、こっぱずかしいことをしたあの時の、 犬匠っていうのは、あの時点で自分の死期が近いことって、まあ悟っていたというか、まあ僕はあの後廃下してると思ってるんですけど、死ぬことが分かっていたからこその、まあセリフだったんだろうなと、まあマリにね、助けてくれって言った匠を見て思ってしまったので、最終回で見せた匠の素直さが、まあ台無しというか、意味が分からないものになってしまったりもしているんで、まあ結局は続編を作ったことによって、 最終回が台無しになるっていうところからも抗いはしないんですよね。言ってしまえばわざわざ余韻を壊した上でまた新しい余韻を作るっていうのはまあ冷静に考えると意味がわかんないんですよ。っていう意味ではやっぱり続編はいらないし20年経った井上俊樹が書くファイズっていうところしかまあ価値がない作品っていう意味では平成ライダーは大体 今、フート探偵で成功しているダブル以外は、ま、まとわりついてくるものなんじゃないかなとは思ったりもします。まあ、平成2期は割とないかもしれないですけどね。まあ、だからね、その最終回で行き着いた主人公たちの答えのその先ってやっぱり見たくないのでね。まあ、ブレイドも今年で20周年ですか。ま、あ何もやってほしくないなと。 もう、ギャレンのキングフォームだけでも腹渡りにえくり返ってますから、こっちは。やるとしてもすごいなんか外伝作品の、なんかあの、ファイズの殺人事件とかさ、TTFC みたいな、もうみんなでギャグやるみたいなパラレルワールドやってくれりゃいいんじゃないかなって思います。映像として何かやってる姿はちょっと見たいなとは思うんでね。まあ、座談会とかが一番いいのかなとは思いますね。 トークショーはちょっとね、あの、遠いんで僕は見に行けないので、見に行く方は楽しんでください。これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。